離岸のためナッチャンワールドのウォータージェット推進機が作動する様子ナッチャンワールドの船尾に4機備えられたウォータージェット推進機ウォータージェットのズル噴出口には急減速、更新用のカバーが降りているウォータージェット推進は船舶の推進方式の一つ。後方に高圧の水流を噴出することで推進力を得る方式である。英語圏ではポンプジェット推進とも呼称される。 ウォータージェット、または、ハイドロジェット推進は、船底から組み上げた水を、手機により動作する、高圧ポンプで、後方のノズルから勢いよく突出することで、推進力を得る。水中線では、スクリューブ外周を円形シェラウドなどで覆う形となる。推進効率はスクリューに劣るものの、高速での航行に適しているため、小型のものは、ガソリンエンジン、より大型のものは、 ガスタービンエンジンや高速ディーゼルエンジンを動力源とする。レジャー用の水上オートバイから高速船、高速巡視船、巡視艇、テクノスーパーライナー、ミサイル艇などに採用されている。また、スクリューに巻き込む危険性が少ないことからダイバー支援船にも採用される。また、スクリュー部外周を円形シェラウドなどで覆うことから静粛性にも優れているとされ。 出力に余裕のある原子力潜水艦では推進効率の低さを補えるので使用されつつある。従来は推進効率が低いので航続距離に限界があったが近年では高速性と静粛性に着目し新開発の魚雷の多くに採用されつつある。ほとんどがオンボードエンジンであるが船外機の推進機としても採用例がある。 ジェットスキー用ポンプジェット推進機の構造図ファイル、プリプルサー MK50.jpg マーク5 0魚雷後部から見た、ポンプジェット推進機ウォータージェットの仕組み1、前進時2、後進時2つの噴射方向を組み合わせれば前進、後退、横移動、その場旋回が行える。一般的なスクリュープロペラよりも設計。 製造は困難であるが、スクリュー船では到達しがたい40から50ノットでの高速航行を可能にする推進方式である。また船底部に突出部分がなく、浅水面での航行が可能であり、ノズルの噴射方向を変えることで船の向きを変えられるため舵の必要がない。加えて、ノズルの逆噴射機構を用いた急制動が可能である。 またスクリュープロペラでは不可能な超微速航行が可能である。このような利点を持つ反面、低速航行時の方向安定性、操縦性に難があること、エネルギー効率はスクリュープロペラに劣り、低速域での燃費が悪いなどの欠点がある。イメージとしてノズルから勢いよく水流を吐き出して前進するボートというものがあるが、ノズル流速と 船体速度との差は大きければ大きいほど効率が悪くなる。効率という観点からすると、同じ加速であれば、少ない水を勢いよく噴射するより、船体速度より、わずかに速い水流を大量に発生させる方が、はるかに効率が良い。ゆえに静止状態から効率よく、目標速度に到達するためには、気管出力を滑らかに上昇させ、ゆっくり加速する必要がある。 ちなみに、25ノット程度の速度域では、スクリュープロペラの効率が65%に達するのに対し、ウォータージェットは45%程度にとどまる。ただし、ウォータージェットの場合、船体突起物がなく、抵抗が小さくなるため、効率の差は、船全体として総合的に考える必要がある。また、 プロペラでは回転数が増すにつれて増加するキャビテーションが避けられず、一般的に30ノット以上の速度域では効率は逆転し、ウォータージェットの方が良くなるため、高速での使用を目的とした海上保安庁の巡視艇や漁業取締り船などでの採用例が多い。速度を上げるため低速自走専用のディーゼルエンジンとプロペラに加えて、 ウォータージェットをブースターとして備えるものもある。FAS ミリタリーアナリシスネットワーク MK-48 トープドこれはノズルの向きを変える水力変更によって解決される。ありがとうございます。